はい、どうも、ご視聴ありがとうございます。今回は、2024新設、人差し指屈伸ピッキングの真の解体新書ということで動画撮っていこうと思って、そう、まあ、ちょっと何を隠そうね、最近自分のアーティスト活動、ネオンってバンド始めたんだけど、ちょっと最近こういうこう、講義系レクチャー動画の更新がおろそかになってたんだけども、まあ、ずっと本当にタイミング見つけて撮りたいなと思ってて、今回タイミング見つけた次第でございます。はい。でね、昨年の9月末に iPhone 15 Pro を25万円で購入しまして、今それで、動画回してるんだけど、そうそう。やっぱりね、本当にすごい鮮明で、そう、今 4K60fps の最高設定なんだけども、動画が撮れて、そうそう。まあ、今回ね、これをもう本当新しいニューギアとして携えて、今回初蔵出しのネタだったりの観点とかも紹介して、まあ、高密度な、屈伸ピッキングの、最先端の動画を撮れたらいいなと思って、やっていこうと思います。はい。で、その紹介する新たな観点3つなんだけども、そう、1つ目がちょっとおさらいも踏まえた、人差し指屈伸の、フォルムの2フォルムあるんだけど、それの改めた内訳、そう、これをねちょっとおさらいしながら、ポイントしっかり押さえて確認してほしくて、そうで、それに紐づけて観点2が、こう大事になってるんだけども、この観点2がですね、ほんと初蔵出しのネタで、人差し指屈伸ピッキングの息継ぎのノウハウになっています。はい。で、この息継ぎマジでめちゃくちゃ重要で、これちゃんと押さえて熟知しとかないと屈伸ピッキングは絶対に極められないので、はい、しっかり今回覚えて帰ってください。はい、これマジ他の動画じゃどこでも喋ってないですね。はい。で、観点3つ目、これは俺が自分で編み出した、そう、自己流で編み出した無限ピッキングっていう、そういうこう8の字を描くことによってさまざまな恩恵が得られる、そういうこう自分なりの弾き方なんだけど、もう普段プライベートレッスンですからこれは伝授しないんだけども、まあこれの存在意義だね。そう、実際問題この動画は1つ2つぐらい上げてあるんだけども、まあ、それをすることによって何が実際恩恵としてもたらされるかっていうのを一応こう紹介したいなと思って、はい、今回この観点3つに分けて紹介していきます。それじゃあ、早速レッスン動画始めていきましょう。さあ行くぞ。で、まず最初ちょっとおさらいも含めた観点1、屈伸ピッキングの人差し指の、フォルム2つだね。そうで、フォルム1っていうのは本当にいわゆるオーソドックスな自然な、そう、自然体な状態で、この人差し指の第一関節がちょっと折り曲がってる状態、うん、こんな感じだね。そうそうそう、まあ普通にこう人差し指がこう、曲がってる、第一関節が曲がってる状態にピックを乗っけて、で最後親指をかぶせるっていう、そうそう、まあこれが多分7割8割指先で弾いてる人のプレイヤーこのフォルムだと思うんだよね。そうそう、まあこれをすることによって、まあ当たり前なんだけど、その自然体だからいろんな適応力があるし、そうそう、手首のモーションになってチェンジはできるし、なおかつやっぱこう指先が曲がってるっていうところで、こう何ていうのか、しっかりこう反動を受け止めて手挙げられるんだよね。そう、どういうことかっていうと、まあ常々クリス・パックいろんな動画でアクセントが大事だよねって言ってきたと思うんだよ。でそれやっぱこう手首でこうアプローチしていくんだけど、このアクセントをやっぱり指先ガチガチで、そう、このね、このこうガリガリ弾いていくときに、指先がガチガチな状態のピックの持ち加減で、この手首でしっかりスナップを引かすアクセントを入れると、多分指先にダメージがあると思うね。衝撃が直に来ちゃって、そう、でもそれをしっかりこの曲がってることによって反動を、軽減して衝撃を受け流してると思うんだよね。そう、分かりやすい例で言うと、あのサッカーのトラップかな。そう、ボールがすごいわーで自分のとこ飛んできて、それをどっかに跳ね返しちゃうんじゃなくて、自分の足元に落とすことによって、この他のさ、ドリブルしたりとか、あの選択肢が広がっていくわけじゃん。そう、あのボールが飛んできたものを自分の足でちょっとこう足を引くような動作を同時にボールがぶつかる瞬間に取れることによって、その衝撃を吸収して足元に落とすんだけど、それをね、やっぱこの自然体の状態っていうのが作り出せるんだよね。そうそうそう、この曲がってる状態ね、フォルム1。そう、単純にまあいろんな弾き方しててもこう、なんかこういろんな弾き方してても、やっぱりこう我々が弾いてるこの人差し指の屈伸っていうのは、やっぱこの人差し指の前後運動を推進力として、これを動力源にしてるから、やっぱりここに結局は負荷が多いわけよ。まあ、それをしっかり曲がってることによって、あの受け流したりしてるっていう感じ、これがフォルム1の利点だね。そうそうそう。でフォルム2なんだけど、これがね、ちょっと前の動画でも若干触れたネタであるんだけども、藤岡先生が取り入れてる人差し指の第一関節を反り返してる状態。そうで、これはね、動画じゃ紹介しなかったんだよ。で、なんで紹介しなかったかっていうと、この人差し指が反り返るか否かっていうのは、もともとの自分のそのポテンシャルに依存するのね。なんか練習でどうこうなるものじゃないの、これって。そうそう、なんか
例えば手と手を組んだ時にしっくりくる方ってあると思うんだよね。そうそう、どういうことかっていうと、そのなんとなくこう自分が無意識に手を組んだ瞬間に絶対にどっちかの親指が上になると思うね。当たり前だけど、そうで、その親指と逆の方向で組み替えるとめちゃくちゃなんか違和感あるし、なんか気持ち悪いと思うんだよ。そう、これってもともと自分のその遺伝子的に決められてるらしくて、そうそう、っていうのがちょっとこのなんか人差し指のしなり具合の件っていうのも多分俺はあるとして、生まれつきのそういうのが、だからちょっと努力どうこうのとこじゃないから触れてなかったんだけども、そうだからここに関してか、俺も自分のプライベートレッスンでこう習いに門叩いてくれるお弟子さんとかにはまずここちょっとこう試してもらって、どういうタイプの振り分けなんだなみたいな、そのポテンシャルチェックみたいなのすることはあるね。そうそう、これは本当にそういうタイプとして、そうそう、方向性の一つの指針として使ってるだけなんでご安心ください。はい、今回この今紹介したタイプ2、このフォルム2ね、そうは、藤岡先生が実際に使ってるやつなんだけど、そう、まあ、それこそバカテグギターの表紙とかでも分かりやすいよね。顕著に人差し指がピンって伸びてるの分かる。そうそう、で藤岡先生は大体やっぱりこう基本早く指先で弾く機会っていうのを、まあ YouTube で今もね確認できると思うんだけども、まあそれを見てもやっぱり人差し指ずっとこう反り返ってるかのごとく、かなりこうもう、まあ、全く曲がってない状態で、そうそう、弾いてるんだよね。弾いてらっしゃって、そうそう、でこの状態っていうのはさっきのこのなんか受け止めるようなそのなんか、自然体の状態と違ってしっかり力が入ってます。そうで、この力が入ってるっていうのはなんか力みの方向性の力ではなくて、ピックをしっかりロックしてるみたいな意味合いって結びついてきます。どういうことかっていうと、藤岡先生が言ってるような本当この超垂直、そう、もう極力抵抗を本当殺して速度を稼ぐ弾き方があるんだけど、この超急勾配で、そうで、これをね我々がやってるこのまあ自然体の状態で弾くと、もうね負けちゃうのピックが、っていうのは普段弾く分には全然何も問題なんだけども、超急勾配にするとやっぱりね、そのピックだけにやっぱりすごくこう弦抵抗が直接モロに伝わって、そうすり抜けちゃ、だんだんピックがこうね動いちゃうんだよね、どう頑張っても。でやっぱりこう急勾配にすればするほどここにこう神経も集中するから手汗もかいてきて、よりその悪循環ですぐピックが動いちゃうのね。そうそうそう、でこれがやっぱりこう本当に人差し指の、ピッティングプレイヤーとしてもケンちゃんに違う例で、そうそう、で藤岡先生はどうやってこれを実現してるかっていうと、単純に反り返して人差し指を、その上にピックを乗っけてもつまんでるんじゃなくて、若干ねちょっとねじってんの分かる、こんな感じ。そう、まあ実際このバカテがねさっきも使ったけど、ちょっと人差し指さ、ほら開いてる感じでねじれてんの分かる、若干。どういうことかっていうと、普通にピックをつまんだらこの側面にね、人差しの側面にピックが乗って、で親指かぶさってっていう感じになると思うんだけど、そうじゃなくてちょっと指紋がしっかりこのピックの、まあなんだろうな、触れる面積にちゃんと当たるようにこうつまんでんだよね。そうすることによってちゃんとグリップが効いてブレーキがかかるの。そうで、俺らがやってるのはこういうこう持ち方だと、もう急勾配には耐えられなくてズルってすり抜けちゃうね、もう指紋がないから。そうでもこうすることによってグリップとちゃんとこう力も相まってしっかりここにロックが効いて、この急勾配が実際実現されてるとっていう感じだね。そうそうそう、でやっぱりだからこれに関しては本当できる人できない人がいるから、なんだろう、練習動向でどうにかなるとこじゃないから、これはだから動画じゃ紹介しなかったの。そうで、だから藤岡先生も実際その MI の中のレッスンの中じゃ一切自分のピッキングについてご自分からレクチャーすることは全くなくて、どういうことかっていうと、結局人差し指の屈伸ピッキングって別に万能じゃないのよ。そう、あくまで一つちょっとこう邪道な弾き方だし、そうでピックの形状に依存するしね。うん、やっぱりかなり鋭角にこう角度をね弦に対して突っ込んでるから、こういうこう先端が緩いやつじゃ全然そのエッジが立って、その粒が立たないの。わかる？今これやばくない？これさっきと全く同じノウハウでいつもと同じ感じで弾いてんだけど、もう本当にこうぼやけちゃって音が、そうそう、全くその音符として認識できない。ただなんかこうザワ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 ってしてるだけみたいな。でしっかりやっぱりピックのエッジがあることによって弦をプリッと弾くことができるから、こう、もう全然違うよね。え、マジで俺も同じことやるんだけど。
ていう感じで、やっぱ指先のピッキングがこういうこう形状に若干依存するところはあるんだよ、そもそも。そうそうそう、そもそも指先で弾いてるのってあんまりここにこうなんていうのかな、グルーヴは生みにくいんだよね。そう、まあ、どういうことかっていうと、普段やっぱ我々基本的にこう手首をこうしっかり振ることによって、しっかりリズムを刻んで、ノリを生み出してたと思うんだけど、まあ、それを急にねこの指先でこう変えたところで、やっぱりこうなかなかノリだったり、まあなんか短絡的だけどリズム感はやっぱり部位としては弱いわけよ。全然培ってきてないわけだから。そう、まあ、だから我々っていうのはそう、これをしっかり人差し指のリズム感を鍛えていかないといけないんだけど、そう。でこの人差し指をこうや、使っていくことに対して、あくまでこれは自分流の弾き方だから、これ見逃しに指先でこう弾くといいよみたいなアドバイスは絶対に藤岡先生はしなかったね。そう、なんか他の学生が先生のピッキングどうなんですかっていうクエスチョンを投げかけた時に初めて、あの、ワテはこうやってるよっていう風に開示してもらう瞬間あったけども、そのなんか押し付けがましくそのご自分のピッキングをこうなんか取り上げてくださることはなくて、それはでも本当に多分なんていうのかな、自己流として割り切ってらっしゃったんだろうね。そうそう、だと思うんだよな、うん、っていう感じ。そう、何が言いたいかっていうと、別にピックの形状をやっぱり選ぶし、万能なピッキングじゃないからこそ、ちょっとそういうこう、まあ、今言ったそのだから弱点的なところも知っておくことで深みをやっぱこう目指していけると思うから、はい、寄り道的な感じで、ね、触れさせていただきました、はい。で話を戻すと、このグリップ指紋のね、そうそう、こうブレーキを効かせることでこの急勾配が可能になってるんですよ、はい。で、ここからちょっとこう観点2の方向に移っていくんだけど、さっき言ったその人差し指屈伸ピッキングの息継ぎがね、そう。でこの息継ぎ何かっていうと、やっぱり指先で、しかもピックをこういう感じでかなり鋭角に入れてると、どんなに上手くてもだん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 やっぱりこうここに汗をかいてきて、急勾配がゆえに、急勾配というか鋭角がゆえにピックに対してやっぱこう限定光が直接伝わってくるから、手首だとさこう受け流したり平行に入ってるからあんまりないんだけど、やっぱりどう頑張ってもピックが動いてきちゃうんだよ。こんな感じでうわーっつってだん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 引いていくと、そう。でこれを例えばその俺らっていうのは着地点を設けて直してるの、実は。そう、ビブラートする瞬間、その勢いがちょっと変わって、例えば一回レガートに逃がす瞬間とか、ピッキングをちょっとお休みさせた瞬間を設けること、随所に設けることによって、その瞬間にこのねピックがこうあーってこう曲がってきちゃった、じゃあちょっとこうピックね着地点設けて、中指を後ろからこんな感じでピックを送り出すような感じで、こんな感じで押し出して元のリズムのベストポジションに戻してるんだよね。これをすることによって持続的にこの指先のピッキングがいつでもできるように、息継ぎそれこそして我々はこう演奏してるんですよ、はい。でこれは多分もうね、みんなも多分無意識にやってると思うんだけど、改めてそう、これは中指でやると多分一番最速かな。そう、弾いていく中で中指でしっかり押し出して元の位置に戻すと。そうで、これはね、このさっき言ったフォルム1、そう、人差し指の第一関節が曲がってる状態で弾いてる屈伸ピッキングプレイヤーはもうめちゃくちゃします。そう、改めてみんな動画見てみて、そう、屈伸ピッキングをしてるねって言われる顕著なプレイヤーたちの右手ずっと見てみて、ほんとめちゃくちゃその着地点でこのピッククリ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 ってやって息継ぎしてるから。そうで、やっぱこの息継ぎも弱点なんだよね。一つやっぱり手首で弾いてるとしっかりこうなんていうのかな、吹っ飛ばないぐらいしっかり押さえてるし平行に当たってるから、そんなにピックが動いたりすることってないと思うんだけど、やっぱ指先で弾いてるとこの、ピックが滑っていっちゃう現象が起きるので、息継ぎが結構随所に設けないといけないのよ。でやっぱこの息継ぎする瞬間っていうのはピックが動くから、ピックを落としたりだとかっていうミスのようにつながりやすいのね。だからここは完全に俺らの弱点。そうで、ここはちゃんとそのどういうとこで息継ぎするとピックを落とさないようになするよねとか、ちゃんと認知しておかないといけない。絶対そう、これは絶対本当しっかり踏まえて息継ぎが俺たちには必要、どこで息継ぎするかっていうところもタイミングとしてしっかり考えないといけない。そうで、まあそれが弱点だよねっていうのがあるんだけど、そうで、俺はだからそのさっき言ったようにそのビブラートする瞬間なんかこうな、この瞬間とかで直して、でなんか最後戻っていったりとか、そうそう、でこう左で走らせてる瞬間とかにピックを直したりしてうまく息継ぎしてるんだよね。そうそうそう、っていうのがあって、だからここはしっかりこう、皆さん考えていきましょう、はい。でこれに対してフォルム2の
藤岡先生、この急勾配はさっき言ったようにピックをしっかりロックしてるから、藤岡先生マジで屈伸ピッキングプレーなんだけど息継ぎが本当に少ない。そうで、さっきも再三言ったように息継ぎが少なければ少ないほどぶっちゃけいいの、好ましい。だってピックが動いたらその瞬間ピッキングは、まあ、できないわけだし、実質だし、あのピックを落とす要因の一つにもなったりするから。そうだから、それこそ水泳で例えると、あの水泳ってあの、ね、例えばクロールとかでそういう型があってみんなね、そういうあの速さを競うと思うんだけど、一番速いその水泳のそのなんだ型があって、あの素潜りのこのさ潜水してる状態、これがぶっちゃけ一番速いんだよね。そうもう本当だから浮上しないで潜水してる状態、そうそう、だから禁止なんだよね確か、ずっとこう素潜りでこうずっとこうやるのは。だから最初の1周目あんま詳しくないんだよね。そうそう本当はあれが一番速いし、理にかなってる。でもやっぱり息継ぎしないと人間死んじゃうじゃんっていうのがあって、そうそうそう。で藤岡先生やっぱりいろんな動画とか見ててもマジでこの息継ぎがない、もうずっとほんとね、酸素ボンベずっと担いでるかのごとく息継ぎなしでずっとほんとゴリゴリ引き続けるのよ、屈伸ピッキングプレーン。でもこれが可能なのはしっかりこの人差し指をねじってグリップ効かしてロックしてるから、そうピックが動かないの。そうこんな感じでゴリゴリ引くときにはこの急勾配のピッキングとしてこうモーション変化することで、だから 俺たちも一時的にちょっとこうなんていうのかな、すごくこう呼吸を止めてじゃないけどずっと引き続けることも可能だったりする。そうこれがね人差し屈伸ピッキングの息継ぎの話です。そうここにねやっぱり俺もそのなんだろうな、弱点としては感じてて、たまに自分でフォルムを切り替えてる。そう普段通りラフに弾く場合だったら着地点を設けたりするんだけども、やっぱこうずっとこうピッキングのちゃんとエッジがある状態の音をこうさ出し続けたい時ってあるじゃん、ゴリゴリこうなんか弾きたい時とかっていうのは、一時的にこんな感じでモーション形態変化させて、そうあの息継ぎなく弾くようにしたりとかするね。そうそうそうっていうことが、なんかそういう切り替えとかよりできるようになってくると、よりその高めに目指していけるんじゃないかな。そう改めてちょっと藤岡先生の動画見てみて、マジで息継ぎないから。そうまあもちろんそのすることはあるんだけども、他の屈伸ピッキングプレイヤーに比べたらマジで少ない、本当に全然指先でこうこねくれましたりしないから。そうって感じです。はいで、最後のね観点さん、俺がやった自分でやってる無限ピッキングねについてなんだけど、まあこんな感じでこうこんな感じでこう、そう現状で8の字を描くことによって、俺はその、力をこう、ま、全部こう循環させて、ずっとこう持続的に、早くかつ、なんていうのかな、半永続的に弾くような弾き方っていうのを自分でこう編み出したんだけども、まあ、これっていうのはやっぱりその4回ピッキングすることで一つのサイクルなのよ。だから4でこうクリル、それこそ16部だったり32部だったりとかっていうところの音符感で弾くと一番綺麗にはまるんだけど、こうのサイクルで、まあ、アクセントもその不可能でそのコンスタントに生み出すことができたりするんだけども、まああのまあ結構前の動画かなで紹介してて、内訳としては手首のアクセントで、次が人差し指屈伸アップの、右後ろに引く感じの動作、こんな感じで、次が親指の押し込み、そうで最後が親指の反り返し、弾いてる自分なりのピッキングなんだけど、そうそうこれをこう、そうこんな感じでこの現状に8の字を描くことによって、その自分なりのピッキングを作ってるんだけど、そうでこれはだからさっき言ったように4サイクルっていうところで一つこう完結はするんだけども、ただこれをこうやっぱりしっかり指先でこう鳴らしていくことによって、いろんな本当にあらゆるケースバイケースの時の適応力が生まれるんですよ。どういうことかっていうと、やっぱ手首で弾いてるとこの基本この大振り、うん、な状態のこのなんだ2アクションの中での、その内訳の切り替えでいろいろやってると思うんだけど、やっぱ指先ってやっぱこうかなりしなやかだし、いろんな動きができるから、そのなんだろういろんな場所、いろんなその例えばそのスイープした後のちょっとこう手首がなんだろうスイープした後のちょっとこうスイープした後のちょっとこうピックの角度がついてる状態で最後アクセントを入れたい時とかっていうのは、ちょっとこうなんだろうなケースとしてはレアケースじゃん。単純にバーって引いて帰ってきた時だったらこう余裕持って入れられたりするけど、スイープした後だとちょっとこう角度がついてたりしてこう入れにくいでしょっていうところでも、こうこんな感じ、今わかるかな、普通だったらこんな感じで同じ角度のままこう抜け切っちゃうと思うんだけど、俺はここで親指の反り返し
わかる？最後ちゃんとダララダララダンってボトムにアクセントがついてるのみたいなのもこういうこう指先のその、俺の独自編みした無限ピッキングをやっていくと、あのどこでもそのいかなる時も入れたい瞬間にその、この今の4サイクルのうちのどれかをこうそこにこう突っ込むことによってあの意図的にそのなんか、出したい、ダイナミックス感だったりとか、あと次につながるその発展性とかっていうのをなんとか生み出してるんだよね。そうそう、やっぱこれがだから単純にだからその道元上でもちろんそれはあの便利だし、でこの4サイクルね16部32部とかの時に一番そこがあの親和性としてはまるんだけども、そうじゃなくてさまざまな時にこの指先でいろんなモーション変化ができることによって、よりその本当に高次元の高みに指先の人差しのピッキングでこう高みを向かっていけるというか、そうそうそう、だからやっぱこう単純に指先の動き一つにしても、そうそうそう、単純にこの連続だけじゃなくていろんなことないかっていうところを突き詰めた結果俺もこういうのを編み出してるから、まあ、それをこうみんなもちょっとこう考えてあげて、でやっぱりこの弾き方ってすごくこうマイノリティだから自分らでこうやっぱ発掘なりその見つけていかなかったりするとしないといけない部分があったりすると思うから、そうそう、まあ、こんな感じであの今回それをこう見直す機会になったらいいなと思ってます。はい、そんな感じかな。はい、でちょっと最近はねこういう動画撮れなかったから結構久々で、なんていうのかな、やっぱ楽しかったね。そう、やっぱこの動画撮ってる瞬間っていうのはその別にその目の前に誰かがいるわけじゃないけども、なんだかんだ言ってこの指先の動画系で結構俺はやっぱりいろんな人にこう認知してもらえて、そうそう、やっぱ通算多分数十万回再生とか撮れてると思うんだよ、いろんな動画ひっくるめたら。そう、まあ、それが少しでもあの引き続きみんなの役に立てたら嬉しいなって思う次第でございます。はい、ちょっとね自分で、ね、ワーナーからちょっとメジャーデビューしてバンドも始めたんで、そっちの方もチェックしてもらえると嬉しいです。はい、そんな感じ。はい、で指先のピッキングね、あの本当に極めたい人でね、がいたら、まあ、引き続き俺のメールアドレス下にこう出しとくんで、そこに連絡くれればのプライベートレッスンの方をご案内できますので、はい、そんな感じで引き続きじゃあちょっと2024年も一緒にこう屈伸ピッキング度邁進してまいりましょう。それではさよなら。